このゲームまた難しいのはですね、うん、石川選手分かっていませんでしたから、はい、先ほどのゲームこう全てこう集中力を上げ切ってますから気持ちですね。もう一度こう上げれるかですね。サービスゲームは当然もう一度ですねこう上げれる、もし上げれるんですけどもね、追いつくためにはあと6ゲームというふうに考えると苦しいですよね、はい、アンダーサーブ、きましたね。師匠を思い出しますね。マイケルちゃんですね。マイケルチャンさんを思い出した方も多いでしょう。あれは80分のフレンチでしたよね。そうでしたね、伝説のイヴァン・レンドルとの試合でしたね、はい、こだわってますね。7-3です。